はい、どうも、じゅんべいです。ご視聴していただき、ありがとうございます。今日はですね、前回、このメスティンでパンを焼いたんですけども、今日はですね、ビリー缶を使ってですね、パンを焼いていこうと思います。これはですね、イギリスのホットン社のビリークッカー、通称ビリー缶っていうやつのレプリカモデルのやつで、ダグの焚き火缶っていうやつなんですけども、今日はですね、これでパンを焼いていこうと思います。僕このメスティンもめちゃくちゃ好きなんですけど、ダグの焚き火缶もめちゃくちゃ好きで、3つセットを買ったんですけども、そのまま焚き火にかけて、こうやって吊るしたりできるんで、めちゃくちゃ便利で、これもすごい好きで使ってて、結構黒いんですけど、今日はですね、この3種類の大きさのうちから、どうせならですね、この一番でっかいやつですね、パンを焼いていこうと思います。で、分量の方はこちらの方に書いております。今回この分量だとちょうどこのジップロックの大きいサイズ、大中小ってあるんですけど、大って書いてある大きいサイズがちょうど良かったです。これもまた空気を抜いて、でこれもまたですね、キャンプ場で、水を入れて、キャンプ場で、こうやってしっかりこねてください。それで、詳しい作り方とか、手順とかは、僕が前回上げた動画に、載ってますんで、ぜひそちらを見てもらったら幸いです。で、こうやってまた、空気が入ってきたら、また空気を抜きます。今回はですね、生地の量が多いんで、結構力がいりますね。えっ、しゅだいたい袋からですね、生地がこうやって離れてきたら、しっかりグルテンが出てるっていうことなんで、はい、こんぐらいで発酵させていきます。これをできるだけあったかいところに置いて、布をかぶしたり、焚き火のそばだったり、またテントの中だったり、寝袋の中に入れたりして、約これを、40分から、60分ぐらい、大体倍の大きさになるまで発酵させます。今回はですね、生のくるみを入れていこうと思います。くるみが生なんで、一回ですね、使用する前にですね、火でですね、煎ってから使おうと思います。見てください。結構いい感じですね。ローストできました。うまっ。めちゃくちゃうまい。それで、また缶の中に油をすぐ塗ります。それで、さらにくっつかないように、この打ち粉をちょっとまんべんなく中にまぶしていきます。これでちょっとシャッフルして打ち粉をまんべんなく行き渡らせます。わかりますかね。こんな感じで中にまんべんなく粉を行き渡らせます。これでかなりくっつきづらくなります。皆さん見てください。約1時間ぐらい経って、生地が倍ぐらいに膨らみました。すげえ、めっちゃ膨らんでます。
ってガス抜きをしていきます。今日はこの缶の中に入るようにだいたい4等分にして切っていこうと思います。でこれを丸めていきます。これでちょっと上の方にちょっと打ち粉をして、ラップか濡れ布巾をかけて、まあ、大体15分ぐらいベンチタイムをします。でこのベンチタイムはキャンプ場なんでできたらやった方がいいんですけど、もし無理ならベンチタイムは省いてもいいと思います。はい、それで15分ぐらいベンチタイムが終わりました。これから成形していくんですけど、さっきローストしたくるみを生地の中に練り込んでいこうと思います。伸ばすときにこのラップの芯でまたこうやって綿棒代わりにしてこうやって伸ばしていきます。だいたいこういう楕円形小判みたいな形になったら中にくるみを練り込んでいきます。やべえなこれ、折りたためるかな。結構くるみちょっと入れすぎたか。えいっちゃえ、よいしょ。でこうやって伸ばしてで丸めていきます。で今回は丸めたやつを縦にこう4つに並べていきます。今ちょっとやってみて思ったんですけど、もし綿棒ラップとかがなかったら、まあ、キャンプなんで手でこうやって手でこうやって伸ばしてもいいかもしれません。はい、こんな感じです。これで、蓋をして二次発酵させます。だいたい 1.5 倍から、2倍ぐらいになるまで二次発酵させます。はい、ちょうどですね、30分ぐらい発酵が終わりました。おお、ほらだいたいこの 1.5 倍から2倍ぐらいに膨らみました。はい、これを焼いていこうと思います。今回もですね、火力が安定している分ガスバーナーで焼いていこうと思います。焼く前にですね、できるだけバーナーパッドは敷くんですけども、できるだけ火を柔らかく伝えたいんで、またアルミホイルを周りに巻いていきます。で取っ手はちょっと邪魔なんで取っておきます。空気の層ができるようにこうやってシワを作って熱がまんべんなく当たるようにします。こっちの面も塞がるようにアルミ箔で包んでいきます。
はい、それでは焼いていこうと思います。だいたい火力の方はですね、だいたい中火の方でいいと思います。まず下を焼いて、で焼いたら中の生地が膨張するんで、この蓋の方にも生地が膨張してパンパンになっていきます。そしたら裏返してこの上の面も焼いていきます。結構量が今回大きいんで、だいたい20分ぐらい焼いていきます。で暑いんで、こういう手袋だったり軍手をしてやった方がいいと思います。で、まんべんなくひっくり返しながら、匂いを嗅ぎながら、焦げると焦げ臭い匂いがしてくるんで、なんでこうちょっときつね色の状態だとプーンと甘い匂いがしてくるんですよ。でその匂いを、甘い匂いを保ちながら焼いていきます。で次はこの横も焼いていきます。で横もまんべんなく全体的に焼いていきます。だいたいひっくり返しながら20分ぐらい焼きました。いよいよ開けていこうと思います。おお、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいい、めっちゃいいじゃないですか。ほら、見えますかね。めっちゃいい感じです。いやいや、やばくないですかこれ。ほら、焼きたて食べていこうと思います。焼きたてをいただきます。うわー、やば、もううまい、まあ、くるみが入ってるんですごい香ばしくて美味しいですね。うまい。うまい。はい、いかがだったでしょうか。最後までご視聴していただきありがとうございます。またの動画でお待ちしております。今日はありがとうございました。以上。